この上幻とリアルな気持ち感じていた。チャイムが鳴り教室のいつもの席に座り、何に従い従うべきか考えていた。ざわめく心、今俺にあるもの見なく思えて戸惑っていた。放課後待ちふらつき俺たちの風の中、孤独瞳に浮かべ寂しく歩いた。笑い声とため息の壊した店で、ピンボールのハイスコア競い合った。退屈な心意義さえあれば、何でも大げさに喋り続けた。おー、よりよく真面目なんて出来やしなかった。夜の起こした窓ガラス壊してしまった。だから言い続けあがき続けた。早く自由になりたかった。信じられる大人の争いの中で、許し合い一体何分かり合えただろう。うんざりしながらそれでも過ごした。一つだけ分かっていたこと、この試合からの卒業。誰かの喧嘩の話みんな熱くなり、自分がどれだけ強いか知りたかった。力だけが必要だと堅くなに信じて、従うこと負けることと言い聞かした。友達にさ強がって見せた。時には誰かを傷つけても、やがて誰も恋に落ちて、愛の言葉と理想の愛、それだけに心を奪われた。生きるため計算高くなれと言うが、そう愛し、まっすぐさを強く信じた。大切なのは何？愛することと生きるためにすることの区別に迷った。おー、容疑よく真面目なんてクソくらえと思った。夜の起こし窓ガラス壊してしまった。逆らい続け。あがき続けた。早く自由になりたかった。信じられる大人との争いの中で、許し合い一体何分かり合えただろう。うんざりしながらそれでも過ごした。一つだけ分かっていたこと、この試合からの卒業。卒業して一体何分かるというのか、思い出の他に何が残るというのか。人は誰も縛られたか弱き子羊ならば、先生あなたはか弱き大人の代弁者なのか。
俺たちの怒りどこへ向かうべきなのか。これからは何が俺を縛りつけるだろう。あと何度自分自身卒業すれば本当の自分にたどり着けるだろう。自由に誰も気づかずにあがいた日々も終わる。この試合からの卒業、戦いからの卒業。